皆さんごきげんよう。高井隆さんの方でちょっと動きがあったんでご紹介します。もう一つ私がロックダウンを提案する理由は十分な保障とセットだから、国民一律給付金総合支援資金の再延長貸し付け、まあ、200万マックスで借りてる人に対してのことですよね。自立支援金の要件緩和、月次支援金の増額、条件緩和とかですね。でも政府は全く動かない、ならばロックダウンの対価として支給させたいって、まあ8月19日におっしゃってますね。それで、大隈政府官からは、総合支援金について、あれだけ、厚労委員会で質問されれば、田村大臣はじめ、厚労幹部は真剣に受け止め、真剣に検討しているとも、まあ、そう言われたんですよね。だから、届いてなくはなかったんですよね。で、私から、今、国会で21回質問しており、実現するならば、土下座でも何でもしたい気持ちだって熱いよね。で、もう一発ツイッターで、厚生労働省ナンバー3の、大隈政務官に総合支援資金と、再貸し付けの延長、自立支援金の要件緩和を直談判した。で、大隈政府官からはいつも高井議員のツイッターを見ている切実な叫びを聞いて、何とかしなければと考えている田村大臣ともう一度相談してみる。ね、だんだんこれは前向きな動きになってきましたよね。と同時に、まあ、僕らの生活もコロナでもう、すごいですよね。数がすごくて、不安を煽るようなニュースばっかじゃないですか。まあ、実際そんだけ件数が出てるからね。で、緊急事態宣言もね、地域も広がり、期間も広がりで、経済がね、滞るばかりですよね。ってなると、もうコロナの数とかに比例して、出すべきですよねって思いますね。で、僕の方にこういうコメントがくださいましたね。百均ひとりさんって人なんですけども、この人政治詳しいんですよね。総合支援資金の、期限延長は昨日決定しましたよ。あ、そうなんだよね。これは要は、200マックスじゃない人が200マックスまで行けるようになったってことなんですよね。だから、お金に余裕がなくなってしまって、総合支援資金を、まあ、最近申請した人が、さらにもう一回借りる。だから、早く申請した人が有利じゃなくなるようにしたってことですよね。その延長期間をマックスにしたって。ただ、再貸し付けたら別なんですよね。で、11月末までなんですよね。で、公明党が閉会中審査で総合支援金マックスの人が延長をやるっていう話で、そのように見守りましょう。要は、200万の人が260万までいける、話が進んでいるってことなんですよね。で、公明党が、もう押すんですよね。早ければ9月にも受付開始ではないかと睨んでいる菅さんは、自分の子分の、国家公安委員長が横浜市長で落選したら辞任するとのこと。まあ、この人は支持率悪いからね、もう時間の問題だよね。日本もとうとう実践、コロナも、集団免疫でないことが分かり、100年続くの、若者どころか老人の未来もなくなった。まあ、菅さんがやらかした月が、末端の国民に全部回ってくる、国民の貧困。まあね。で、他の人も、菅義偉総理は、総裁選に勝つために総合支援資金の再延長するかもしれないけど、どうでしょうかとか、まあそういうふうに思ってるし、そういう空気が出てきたってことは、多分ですけど、オーラさんとも僕、電話で話したんだけど、総合支援金とか緊急小口資金ってなんか、決まるんじゃないか、決まるんじゃないか、つって、よく決まりました、やったーじゃなくて、なんかしれっと決まるじゃないですか。もっと言うと、僕なんか失業した時に、お金やべえなーと思った時に、緊急小口資金っていうのがあるんだよってことをなんか聞いたんですよね。で、あ、こういうのあるんだって感じで、なんかさ、サクッと決まるよね。そう。だから今回も、押して押して押して、決まるって感じじゃなくて、気がついたら延長できるよっていうニュースがサクッて入りそうな気がしますよね。としか言えないんですね。もうここまで来ちゃったらやばいよね、本当に。サービス業の人がもう死んでるよね。もうやばいからね。まあこれ、あ、自殺も増えてるからね。自殺すごいらしいね。だから厚生労働省が、自殺はちょっとやめよう的ななんか、ニュースもあったんですよ。ちょっとそっちを見ていきます。ちょっとこれ厚生労働省とは関係ないですね。夏休み明けの子供の自殺予防、NPO が緊急アピールって、これニュースにも
なってるんですね、テレビの。夏休み明けの子どもの自殺予防 NPO 法人が呼びかけたってことで、NPO 法人全国不登校新聞社の石井さんが、コロナの感染拡大の収束が見えないこと、それから今最も警戒すべき夏休み明けが近づくこと、この2つを持って、かつてない期間を持って、今回緊急アピールさせてくださいってことで、会見したんですよね。で、石井さんによると、厚生労働省の統計では、去年の中高生の自殺は過去最多499人だった。で、今回もね、上回るんじゃないかと思ってるからね、石井さんは学校行きたくないという訴えは命に関わる SOS で見逃さないでほしい。学校に行きたくないというワードの検索数が増えた。だから、これはね、親が不安定で、世の中がこうだから、子供に幸せが来てるんだよね。イライラしてる子供とか、多いんだよね、ストレス抱えて。だから弱いものに当たって、その負のスパイラルが生まれてしまうってことですよね。だからこういうのをなくすためにも、その大人がまずそれなりに幸せじゃないといけないわけですよね。眉間に幸せたりとかため息ついてたら絶対子供にこういうの反映されるから、だからもっと国が総合支援金とか給付金とかをしっかり出して、コロナでやられてしまった人の埋め合わせをしなきゃいけないと思うんですよね、金銭的に。もちろん中にはさ、コロナでなんか仕事がダメになってしまったサービス業の人とかエンタメの人とかが、まあ、頭を使って知恵を使って違うね、その業種に飛び込んで立て直したりとか、なんか自分個人の時代っていうぐらいだから、なんかネットかなんかでお金儲けとかできる人もいるけど、できない人の方が圧倒的に多いと思うから、なんか生き方がね、その定まんなくてモヤモヤして、だから子供に来ちゃってんだよね。だから子供の社会も、すごい景気とか心の景気、治安が悪くなってるよね。で、日本命の電話、フリーダイヤルがあるんで、ここにまあ電話してくださいってことなんですよね。こういうのを全部さ、まあ俺が感じてることは政府も感じ取ってね、じゃあどうすればいいかって言ったら、やっぱ景気を良くするね、景気が悪くなれば悪くなると治安も悪くなるって分かってると思うから、おそらく総合支援金ね、マックスの人にも延長を出すんじゃないのかなって僕は思いますね。あと菅さんはもうとっととやめてほしいですね。あと小池百合子もやめてほしいなと思いますね。どうもありがとうございました。